続いて第2位に入ったメンバーは米谷七海。米さん第2位高いですよ、点数88点。米さんも満点2個だ。理科と英語で満点でございます。悔しいです。悔しい、なんかでもあとちょっとだったか、いや1位もあったから悔しいです。ということでペーパーテストの上位10名はこちらの通り。早速トップ5の決勝戦へと参りましょう。問題。遺伝子を構成するデオキシリボ核酸のことをアルファベット3文字で。はい、ヨネさん DNA。 いやー正解。すごい、すごいですね。さあポンポンと、うん、やっぱりこう1位2位がいや来てますね。ここの対決になってくるのか、はい、さあ続いての問題参りましょう。問題。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教が共に聖地としているイスラエルの都市といえばどこ。来た、ヨネスさん。エルサレム。お見事正解。すごい、ヨネスさんがだんだん宮崎よしこさんに見えてきましたね。すごいな。確かに。問題。原子番号2番、元素記号。ヨネさん回答の方お願いします。ヘリウム。正解。お見事。今の問題だって一斉に押したからね。今のは分かってた。ちょっとレベル高いね。高い。来た、長浜。アインシュタイン。正解。長浜。アガサ・クリスティーン。イエーイ。そうしろ。来た、長浜。清少納言。いやー、お見事正解。大政策。来た。いや、早押し強い長浜。アベノミクス。うわ、どうした、どうしました、小田どうした、はい、小田さん、どうしました、どうした、越後成果。1ポイント。今のポイントを上げるの。から8日以内に。さあ来た、長浜が押した。これが正解ならインテリ上決定でございます。これ来たな。どうぞ。クーリングオフ制度。お見事。ということで元気坂46初代インテリ上は長浜ねるに決定。しかしヨネさんは渋い天気入ってそうだね。さあチェックに参りましょう。ここに入ってない。本当だ。しかも多分学校指定の。あ、これはヨネさんっぽい。ヨネさんっぽいわ。もう全部勉強すごい。何これ、何だろう。メジアン数学演習。何メジアン。メジアンっていうやつです。ちょっと何ですかこれ。え、等式不等式の称号全然わかんないよマジで。ロケットとか作るの。それぐらいね全然わかんない。ここにはそうか書かないのか。そうですね、そのグリーンリーフの方に。そうかそうか、書く。うわかしこの人のノート。丸。うわあ、なんか、うん、数字とアルファベットがいっぱい書いてる。何を表してるんだ。こっからもうちょっと多分したら生物のゾーンがあってみたいな。何が書いてあるのか全くわからないけど、この辺でもちゃんとわかりやすくね。やっぱ生物好きなんだ、はい、やっぱ大好きな。ストラップも遺伝子のストラップ。え、何遺伝子、それない。それが本当はもうちょっと綺麗にこうなるんですけど。あ、見たことある、こういうの。遺伝子のストラップですね。初めて見た。どこに売ってるの遺伝子のストラップ。売ってるんだ。これ何の遺伝子、これ遺伝子、これヨネさんの遺伝子。何の遺伝子。なんかその地元の学校の文化祭に行った時に生物科学班みたいなのがあって、その子が作ったからあげるよってくれたから、作ったんだ。その作ビーズで多分作ってくれた。でもほらノート見て、遺伝子のストラップ、はい、眼球、うわ断面から、うまいね、よくこん
なんできるね。すごい。いやこれはもういいよ。米田らしい。らしい。ありがとうございます。すごい。勉学に励んでください。励みます。はい。何の遺伝子？なんかその地元の学校の文化祭に行った時に。うん